はい、フォールアウト76デイリー消化していきたいと思います。10月28日ユーティリティいかがでしょうか。無料修理キット、はい、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、どこだと思ったけどクラークスパーグですね。あとサバイバルテントが誰か使っててその場所に配置できない感じですね。はい、まあそんな感じでチェックしていきましょう。アルミニウム服ちゃん解体する。あと NPC ベンダーにスワンプ豆腐を売る。これもしかしたら入手できないかもしれないんで、これはリローラーでリロールして買えるかもしれない。ゴムを含むちゃんが解体するオプス。あとね、キャンディーボール作り、キャンプからキャンディーを与える。あと他のプレイヤーのね、キャンプでトリックトリート5。あとマイクロスコープまたはバイオスメトリックスキャナーを回収する2。人間の頭部に重傷2。発光するクリーチャーを倒す1。怪しげなスコーチ倒す5となっております。あと残されたのが、まあ、この辺、まあまあまあ、おいおい終わりそうな感じだね。そんな感じで始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、発光するクリーチャーを倒す1。フレディフェア恐怖の家で達成です。お、あとね、キャンプで誰かね、ハロウィンキャンディーをね、入手してくれたみたいですね。ありがとうございます。はい、マイクロスコープまたはバイオメトリックスキャナーを回収する2。クリムゾンプロスペクトで達成です。はい、人間の頭部に重傷を負わせる2。達成です。はい、トリックオートリートをしに回ってる途中に発生したんで参加しました。本日はね、ワトがブラッドイーグルでグループ再生にサベージストライク終わらしていきます。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。デイリーチャレンジデイリーオプス完了する達成です。はい、そんな感じで戻ります。はい、そんな感じでオプス戻ってきたんだけど、フレンド申請が結構来てるんだよね。受けて、はい、これでフレンズを作るチャレンジ完了。いやー、フォールアウトね、初めて、もう何年も経ってんだけど、初めての、初フレンド。はい、まあそんな感じ。続きやっていきます。はい。他のプレイヤーのキャンディーボールからトリックはトリートをする5。達成です。はい。怪しげなスコーチを倒す5。達成です。はい、バルクでゴムを作成して解体して、ゴムを含むジャンク解体する5、達成になります。あとね、スワンプ豆腐作る用のプラントを入手することができました。案外、なんか普通にありましたね。まあそれもね、ちょっと売っていきたいと思います。はい、そんな感じで NPC ベンダーにスワンプ豆腐を売る1達成で、これで全てのデイリーね、達成になります。あと、キャップを含む、キャップを集めるが、あと10キャップか。まあ、明日にでも達成ということですね。まあ、今回パートはこんなところでね、終わりたいと思います。よいしょ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。